新中央航空株式会社は日本のコミューター航空会社である。東京都調布市に所在する調布飛行場から東京都当初部の伊豆諸島へ定期コミューター路線を運行する。本社は茨城県龍ヶ崎市川田テクノロジーズの完全子会社。2014年現在、調布飛行場からの定期路線を運行する唯一の航空会社である。 1980年10月1日から1994年9月30日までは、新潟佐渡線にも就航していた。上記の定期路線の運行以外には、主に遊覧飛行や写真撮影飛行、操縦訓練などを行っている。これらの事業は、本社所在地の龍ヶ崎飛行場と仙台事業所を拠点空港としている。現在4路線の定期運行を行っている。 いずれの路線も、競合便はない。なお、大島線については、過去に、全日本空輸が、東京、羽田大島便を運行していた。また三宅島線は、全日空の羽田撤退による代替である。ドルニエドゥ228ドルニエドゥ228、NG ブリテンノーマンアイランダーこのうち、ノーマット以外の機種は機体に、NCA という表記があるが、英語社名の、 ニューセントラルエアーに由来したものであり、ICAO の航空会社コードは、チオエア KK に由来する、クーックである。NCA というンレターコードを持つのは、日本貨物航空である。2017年6月3日、富山空港から松本空港へ飛行していた、セスナ 172P が、富山県立山町の志士学南東斜面に、墜落した。当時、ノームが発生していた。 搭乗の4人全員が死亡した。航空機使用事業の訓練飛行中の事故。機長は操縦教育証明を有し、特定操縦技能審査員も務めるセスナ 172P モデルで、写真撮影のための飛行や遊覧飛行を担当、運航課長のヘーニングも中飛行になってしまった。原因は操縦士たちが事前に山岳地帯の気象予測が不十分であったことが原因。 この記事は以下のカテゴリでも参照できます。新中央航空セスの 172P 追落事故に関するカテゴリ。ありがとうございます。